中海石亀は、波中高亀目石亀海石亀属に分類される亀。石亀属の模式種。アルジェリア北東部、スペイン、チュニジア、フランス南部、ポルトガル、モロッコ、リビア北西部最大高長 25cm。オスよりもメスの方が大型になり、オスは通常では、高長 20cm 以上に達することはない。背は扁平で、上から見ると、中央部より、 やや後方で最も幅が広い細長い楕円形。C パ板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。円パ板はノコギリ状にならない。種商名レプリッサは、雷病のノイで模式標本となった個体のパ板の継ぎ目に、雷病ではないものの感染症を患っていたことに由来する。廃校の色彩は、オリーブ色や肺褐色、褐色で、パ板ごとに、 暗色や名色の反紋が入る個体が多い。復興は大型で細長い。喉甲板は突出せず、左右の喉甲板の間には切れ込みが入らない。左右の甲換板の間には浅い切れ込みが入る。復興の色彩は全体が暗色か、色彩は名色で甲板ごとに暗色反が入る。生体は復興全体が名色になる個体もいる。 頭部は中型。粉炭はわずかに突出し、上あごの先端は凹まない。頭部の色彩は炭鉱褐色やオリーブ色、暗褐色。目と鼓膜の間には、明色の反転が一つだけ入るか、やや不規則な筋模様や反転がいくつか入る。老齢個体ではこれらの反紋が消失することもある。指跡の間には、水かきがあるが、カスピーシガメや、 ギリシャイシガメと比較するとあまり発達しない。頸部や四肢の色彩は淡いキ褐色やオリーブ色、灰色。頸部にはやや太い名色の筋模様が入る。弱霊個体では頸部や四肢には名色の反転が入る個体もいるが、細い筋模様が密に入ることはない。卵は、 長径2.58から4 0 4センチメートル、単径1.81から3 4 9センチメートル。容体はキールが明瞭だが、成長に伴いキールは不明瞭になる。1996年に6足が記載され、以前は8足とする説もあった。これらの多くの足が生きている時の色彩をもとに、記載されたが、個体変異が大きいこと、中間的な個体が多いこと、 足ごとの識別形態も弱霊個体では明瞭であるものの生態になると変化することなどから多くの足を無効とする説が有力とされる。ミトコンドリア DNA シトクロム B の分子系統推定でも多くの足の有効性は否定する解析結果が得られている。以下の分類、和名、英名、分布、形態は安川に従う。森ミスレプリッサレプリッサ、 スペインイシュガメノザーンメディテレニアンポンドタートルスペインフランス南部ポルトガルモロッコ第一、シーカンパンやアバラカンパンには不明瞭な楕円状の明色版が入る復興にはカンパンごとに大型の暗色版が入りつながる個体が多い復興全体が暗色版で覆われる個体もいるモリミスレプリッササハリカシュリック1996 サハライシガメサハラポンドタートル、アルジェリア北東部、チュニジア、モロッコ、リビア北西部第一、シーカンパンやアバラカンパンには、やや明瞭かつ複雑な名食パが入る。復興にはカンパンごとにやや小型の暗食パが入るが、つながらない個体が多い。河川や湖沼池、湿原、ため池などに生息する、寄水域に生息する個体もいる。 寒気に干上がる水場にも生息することもあり、アフリカ大陸北部の個体群は寒気に、泥中で休眠する個体もいる。ヨーロッパ個体群の内北部個体群は冬季に、冬眠する。植生は、動物食傾向の強い雑食で、魚類、カエルやその妖精、昆虫、水生の無脊椎動物、水生植物、藻類などを食べる。大型個体は幼体を共食いすることもある。 地上でも水中でも採食を行う。繁殖様式は卵生。3から4月に交尾を行う。5から6月に木の根元の砂地などに穴を掘り、1回に4から13個の卵を産む。卵は65から75日で孵化するが、最短で25日で孵化した例もある。ヨーロッパでは採集や輸出が厳しく制限されている。特に、 フランス古代軍は保護区に集められ、繁殖プログラムが進められている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。過去には1980年代にエジプトからの輸入例や、モロッコ産とされる個体が輸入された例がある。ありがとうございます。